いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。おお、こりゃなかなか。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより、テイは？どうも。はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。VIP 席から指名受けてそっちに着いたわよ。 VIP 席？ほら、奥にある部屋。あの子、中華系なんて言ってたけど本当はただの日本人なんでしょ？いや、あの子は中華系だったはずだぜそんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあなんで採用されたんだ？多分VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？ VIP ルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いからみんなあの部屋には行きたくないのよ。例えばリューマンの連中とか？そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから退入で入ったサエコって子があてがわれたわけ。はあ、かわいそうに。じゃあサエコは今あいつと？いい加減にしてよこの変態店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。さっちゃん、大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前ら、なんでここに？なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだね。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があってハンピン・リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとは訳が違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ、知ってるぜ。でも本当にそうなのか、あんたでもう一回試させてもらおうと思ってね。何？やんのか？ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえんなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、一丁またここでやるか。待て、お前の実力は分かったろ。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと組織の上の人間に俺がチクる。そしたらどうなるかな？てめえら、俺を脅そうってのか？脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、
ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。おいお前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。よし、てめえみたいにイラつくんだよ。容赦しねえぞ。よしやろうぜ。ほら来いよ。やめんな。かかってこいやつやぞ。とっておきほら、おい、嫌がれ。じゃあこれ舐めないでくれ。してみろ。ざっとっておき。うわ、一発やりてー。よし、やってみろ。逃げるのは今のうちだ。ほら来いよ。俺の番か。やろうぜ。やんのか。行くぜ。おったえっ、やめんなよ。やってみろ。やってやるぞ。私の番ね。見てなさい。やろうぜ。見てろよ。ほら、スリア。俺の番だな。やらせてやるよ。ほら、じゃあやるか。逃げるなら今のうちだ。どうするかね。やってやろう。こっち来いよな。出ろ。たばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。くせ。誰がてめえなかに。じゃ、チクるしかねえんだけど。待て。言えば、絶対にチクらねえって約束できるのか。ねえ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよ。ねえ。おめえを信用しろって、そいつはちょっとめんどくせえやつだな。よし、じゃあチクリ開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピンリューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった。喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。ソープランドの店長？なんでマブチさんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接マブチに聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人はマブチさんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマって呼んでいるの。確かにマブチさんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？お前て、おめえだってラオマって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺、中国語は喋れねえんだ。え？あんた、
リューマンなんじゃねえのか。バカ、ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本で、だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェイくらいのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシな方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンには字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ、死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんかマブチさんと口も聞いたことねえよ。じゃあマブチの居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。本当に知らねえんだ。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かに、わざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。たく、お前も散々痛めつけといてひでえ言いようだね。だっておめえリューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。まあいい、もう行っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことはチクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。何を。俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。でお前は被害者面してるけど、元はといやお前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ。チクらねえって。嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえから、とっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。え？他に何か知ってんのか。俺の知ってることといえば、そうだな、眩しさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎがハンピン貿易公使だ。ハンピン貿易公使。まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだって眩しさんの会社から仕入れてる店がある。眩しは中華街が嫌いなんじゃねえのか。そりゃ眩しさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街のやつらは誰も眩しさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公使の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついには眩しさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今や眩しさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それが眩しの一番太いしのぎか。ってことはそのハンピン貿易公使に眩しは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺が